おはようございます、ゆきちゃんでございます。今日はまた前回に引き続き、はい、ちょっとスタッフが新調した、はい、あのスーツジャケットのちょっと紹介と先生のアドバイスいただきますので、了解です、はい、今日誰や、今日はまずなりちゃんからよろしくお願いします。なりちゃん、はい、おはようございます。おはようございます、はい、僕が買ったのは新調したんだよね、これジャケットとパンツもトラウザースも。ああ、新調したの、はい、はい、新しいのしました。うん、ジャケットはちょっと昔のイタリアものであったディテールをちょっと意識して。どういうところで、あえてネイビーのジャケットなんですけど、パッチじゃなくて両玉縁にして、あとノーベントにして、はい、ノーベント、あと袖先のボタンを3つにしました。あ、で、まあ、ドレスの時もバッチリハマるし、まあ、カジュアルの時もあえてデニムとかと合わせてカジュアルとドレスちょっと崩した感じで着たいなと思ったので、うん、こういうディテールにしました。なるほど、はい、パンツはオリジナル生地ですか？オリジナルのフレスコの。フレスコ、はい、クリスがしっかり入りますね。まあ、そうですね、まだ働き始めて僕は1年なので、間違いのないものをなるべく揃えていこうと思って。まずは基本からと、はい、ネイビーのジャケットとグレーのトラウザース、うん、で季節が長くなるべく着れるものを、うん、はい、新調しました。うん、1個上がってきて仕上がり確認して、ボタンがですね、先生、あの、うん、最初は黒靴でも茶靴でも合わせられるように黒に近い焦げ茶の水牛ボタンをつけたんですけど、はい、やっぱ先生から言われたのがスーツの組上に見えちゃうよねっていうお話で、うん、本当は組上なんでしょあ、実はこれパンツもあるんですかあるでしょ先生だったら何のボタンを選ばれるかなと思って、ちょっとご相談させていただきたいです。だから、まあ、今言ってるこうイタリアの、まあ、昔だからアンジェロ・リトリコっていう、まあ、昔のデザイナーがいたりして、昔はこうブレザーって言ってもイギリスはねメタルボタンつけたりしたんだけど、まあ、やっぱりこういうのはわからないではないだよね。で、まあ、ある種、イタリアの中の本当のクラシックっていうようなところが来たかったっていうところで、はいはい、ノーベントにして、はい、両玉縁で、はい、あえてパッチはポケットにはしないで着るっていうような、はいはい、それも分かるよね。ただ、まあ、この上着も、まあ、君にほらすごく肩のラインも綺麗だし、ちょっと最近太ったか、はい、若干ちょっとどこじゃないかもしれない、少し、はい、あれだけどでも、まあ、これでいくと、まあ、今このジョンスマジョレのポロシャツとグレートっていうと、ある種これは、まあ、どっちかというと完璧で、特にこういうスタイルっていうのはあまりこう、まあ、目立ちたくないけどきちっとした格好はしたいっていう方にはある種おすすめで悪くはないと思います。ただ、まあ、僕的に言うとちょっとここに若干アクセントが欲しいなと思うんですよね。やっぱり今これは、まあ、ブルーグレーみたいな色のポロシャツとネイビーですから、まあ、僕であったらもしかしたらこれにこれの、チーフでいくと少しこうアクセント、かといって決して派手なわけじゃないアクセントがあるだけで、ここから下までの距離が決めもらう身長がそんなにあるわけじゃないから、はいはい、ややこうバランス的に言うと高い位置に一つアクセントを持ってきた方がいいかなという気はするんだよね、はい、だからそういった意味ではちょっとこのぐらいのチーフ、まあ、もしくはまあこれもまあ似たようなもんですけど、まあ、ここら辺のチーフですかね、まあ、ちょっとまあ似たようなものなら、まあ、もうちょっとまあさらにちょっと渋い感じですけど、このぐらいのアクセントがあるのと全くないのと今日してくれてるポレットだとだいぶ見えがかり感が違うんで、まあ、こういう時はポケットチーフでちょっとアクセントを考えたらどうかなと。こういう時だと柄のあるポケットチーフっていうのが非常に有効的だと。そう、まあ、生きてくるよね、うん、ただやっぱりこのやっぱり意外とこれも決して派手な柄ではないんだけど、これでやや抑えて着ていくというところがいいと思います。こんなスタイルだよね、はいはい、というところであんまりこういうふうにまあちょっと出すぎず、まあ、普通に入ってるというようなところが、まあ、バランス的にはいいかな、はいはい、ノーベントっていうのも、まあ、あのいいと思うんだよ、これはスタイルとして。ただ現実に言うとノーベントっていうのは椅子に座るときにお尻をちゃんと上着しないとお尻の下に入ってしまうんで、まあ、シワになりやすいから、はい、そこは結構気をつけて、はい、トラザーズはもうめちゃめちゃ綺麗に上がってるよね、はい、非常に君にバシッとこう合ってるんで、はい、非常にいいと思います、はい、これ先生だったらちなみにボタンはどういう色選んでましたかね、まあ、僕でしたらやっぱりどうだろうな、やっぱりまあシルバーのメタリックのボタン
にするだろうと思います。はい。だからまあここだけもうやっぱりスーツ的な両玉口で言ってるから、ボタンだけがまあそういうふうにシルバーのメタリックな、ブレザーな匂いが、そうですね、いうような方が、まあ、僕個人的には好きかなと。厚めの黒蝶貝とかもありですか？厚めの黒蝶貝もある、うん、そう、厚めの黒蝶貝でもいい。ただ黒蝶貝っていうのは白蝶貝もそうだけど、うん、貝ボタンなんで、シーズンでいうとちょっとこう夏に近いもののボタンとしていいと思いますんで、うんうんうん、まあ、そういう面ではやっぱりメタルの方がシーズンですね、うん、いいかなというふうに思いますね、うん、というのが一応アドバイスです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみにもう一着あるんですかね？そうですね、はい、これレザーも購入しました。あ、はい、ドライニングジャケット、アルボワっていう形なんですけど、はい、どうぞ。あ、すいません、お召しください。すいません。非常に気に入ってて、うん、肩のこの可動域が、うん、今まで結構イタリアもののレザーを着てきたんですけど、やっぱ僕、うん、運転もするので、はいはい、レザー着るとやっぱり脱いじゃうんですよ、もうきつすぎて。でもこれは全然違くて、運転する時も着れるぐらいすごい可動域があって、うん、すごい着やすくて気に入ってるんですけど、合わせがいつも僕白のパンツかもしくはデニムを合わせセル合わせしかいつも思いつかなくて、うん、その合わせばっかりになってしまうんですけど、うん、先生だとどういう合わせ？そうね、だからこれシーズンによってやっぱりコットンのオフ白のタートルネックとか、うん、まあ、あの冬場になるとウールの、はい、スメドレーあたりのタートルとか、うん、まあ、まあこういうベージュ系、まあ、こういうような一連のものは、うん、まあ、もちろん言うまでもなくよく合いますよね、まあ、こちらの色も全然よく合うと思うし、ただまあ、やっぱりこう色が逆に言うと、非常にシンプルだから、まあ、ある種ナリジャンっぽいということは言えると思うんだけど、あとはまあこのシーズンによっては多少ここにペイズリーのシャツとか柄のシャツを着ることによって生かしてくれるのもあるし、うん、もうこれはトラウザーとこれとなんかもコーディネートすごくいいと思うんでね。はい、あとは靴がまあこういうふうに、タッスルもあるけど、はい、まあ、これが例えば、オールデンあたりの、うんうん、ローファーで合わせるなんていうのもいいだろうし、まあ、レースアップよりはやっぱりどっちかというと、うんうん、ローファー型の靴の方が、うん、あの相性的にはいいかなと。はい、であとは唯一あるのは、あの今眼鏡ちょっとこれかけてごらん。そう、こういう風になるとまあ非常にこう色の調子が、あ、小物も含めた色合わせってことですね。合わせだと全然印象が違ってくるっていうか、ね、見えない別人に見えない、まあ、これはあの超遠近両用、遠近両用全然見えなかったですというところで、ちょっとこうフレームの色をどういう風にするかなというと、まあ、グレーもいいけど、まあ、こういう茶系あたりだと全体の色合わせがしやすいからということで、わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、では今回は、スタッフ新調した新しい服のアドバイスなりちゃん編ということでありがとうございます。はい、次回は僕がお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、チャオチャオ。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテるコットンです。ロック袋のウェブゲートマシー、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。